はい、皆さんこんにちは。ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。ちょっとね、最近パワプロはずっとね、サクスペの方を集中してやってたので、ちょっとね、2016の方は全然やってなかったんで、間がかなり空いちゃったんですけれども、ちょっと進めていきたいと思います。現在2019年の4月11日ですね。まあ、出だしはなかなか好調な感じで、現在3位につけておりますと。で、まあ、これをねやっぱり維持していくのが難しいんで、まあ、維持するだけでなく優勝を目指してねやっていきたいんですけれども、相変わらず1位はサクセスチームだな。マリーンズが 2.5 ゲーム差で2位ですね。ということで、現在は6位のファイターズとのここ3連戦になるのかなになりますので、ちょっと一つ一つ大切にやっていきましょう。出番プレイ、先発は太田くんで、やる気はみんなまあ普通な感じですね。悪い人がいないのでまあいいでしょう。これでいきます。チーム戦力もねかなり整ってきたとは思うんだけども、ただね、あとこの強化用のペナントのお金がねもう完全にないんで練習効果アップとかもね買えないんですよね。もうおいきなりまずはね1点手堅くいこう。これは大丈夫でしょう。よしよしよし、これで犠牲フライでいいよ。次スピードスター打っていくね。アベレージヒッターだからか、まあ、ミート A あるからな。お、これはいいんじゃん。これ高橋健なら走れる。 OK、 いいね。なかなかいい形で1点取ったんじゃないですか。ここからのスタート。おお、頑張るね。うん、余裕だね。さて、ここで3回、米国選手のバッティングを見ますか。で、これでちょっとピッチャーに回したいので、6回。これがなかなか難しいんだよね。ほっほっ、あれ頑張るね。これはちょっと走れないかな。一回チャンスを注目しないでいけばいいのかな。あ、間違えた間違えた間違えたここで見ていこう。1点取ったね。頑張るね。ワンアウトの一塁か。近藤、ミート B、パワー C、結構強いな。これ高橋家お前の足ならいけるね。いいねいいねいいね。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。ここをうまくしのいでくれれば。打ちました。一塁線切れてファウル。第2球投げた。よしよしよし。球速はね決して速くないけど。追い込んでから投げた。あ、やばい。これ持ってかれたな。やられた。川端1号か。まあ、それは1号だもんね。さて、英国紳士頼むよ。お前の一発に全てがかかっている。上沢、相手は一発病だ。うん、追い込まれてしまったな。おお、やられたか。9回まで持ってって、チャンス。OK。頼むぞ。赤木はな、確か足だからね。あ、これウエストか。カラスマスクがいるからか。いや、でもいいプレッシャーになってるよ。ボールがかなり先行してる。これはあれ8番って誰だっけ。投げさせるね。最後をミート開いて打つと、これポテンポテンポテンになるっしょ。よしよしよし、ナイスだ。いいね。さてここでなぜか警察持ちの米国紳士、警察持ちか。そういえばいろんなのが色とりどりの特殊能力と赤徳。これはよしよしよし、つなぐね。ベイトマンナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。さあここから援助王が152キロ、速いな。おお速い速い速い、ストレートで押してくるね。この満塁、どうだ、いいねいいねいいね、これ犠牲フライになるね。よしよしよし、これはでかい。この回はマジででかい。ナイスだ。じゃああとは見守るか、9回まで結局同点になってんな。頼むぞ、お前もユニットなら出れるはずだ。奪三振か。156キロ、結構出るね。しかし俺のミート力にかかればそんなものではない足が遅いな。じゃああとはみんなを信じましょう。9回以降はないから頼んだよ。お、1点取った誰取ってくれたの、すげえな。勝利に貢献。なかなかの接戦だったね。いやでもこの接戦をねものにできたのは良かったね。高橋圭9回1号って、高橋圭がホームラン打ったのか。いやー見たかったけどな。勝利投手はイカオ、セーブは近所。近所いいね、5セーブ上げてるね。もういやこの試合勝てたのはでかいな。でローズのミートが上がりましたと。で次はなんだっけブルーウェーブか。なかなか調子もいいね。ゆずちゃんにお任せ。負けた、2勝2敗。今日はちょっと接戦を制せなかったのか。最後追い上げを見せたけど3回の5失点が痛かったな。できれば1勝はしておきたい。おおダメか。近所最後9回どっかでな失点が多いな。点数的には7対6だからな。最後大炎上したんだな、かわいそうに。ゴー打撲。全治2日か。まあ全治2日、全治2日だったら1軍登録とかどうしてんだろう。抹消してんのかな。2日だったら抹消してないか。他の人に頑張ってもらうしかないよね。1軍下げたらもう何日間は上がれないからね。大怪我した時はちょっと入れ替えましょう。基本的には固定でいきたい。柳瀬君っていうかピッチャー陣、これは柳瀬君に任せるしかないか。頑張ってくれよ。おお勝ったね。2勝1敗。トーマスがセーブを上げてますね。で英国紳士安定の5号 OK。 うわ松潤全治6日。6日はきついな。ちょっと6日は入れ替えるか。1軍登録でこれこのまま変えられるのかな。松潤の代わりに調子のいい人ローソンか高田。松潤が足が速いからローソンで代用するか。よしこれでいい。で移動日とこれで人怪我が治るでしょう。全治何週間とかさ、全治何日ってやるけどさ、すげえ正確だよね。正確に回復してくるよね。一日のズレもなく回復するっていう。すげえ医者だよな。相手サクセスチームか。あれこれ誰？今ここにいるサクセスの人誰？こんなやついたっけ？見た目は田中山くんっぽいけど、田中山くんいたっけ？ま、いいや。相手は碇守るか。これ厳しいな。うちの吉田くん。おっ！勝った2対1。いいね。碇守る3勝1敗の1敗はこの1敗だよね。カリミックスバランス型のようですと。よし、サクセスチームを3立てしてやるぜ。宮内くん、相手は山口か。で、スッスのやる気が完全にないから、これさ、やる気絶不調の時ってさ、キャッチャー二重丸とかって発動するのかな。パワーとかは発動しないじゃないですか。そこら辺がどうなんだろう。おお、いいね。山口も3勝してたんだ。3勝1敗の1敗はこの1敗。森田くんが2号出てますね。そして4対5。接戦を制するようになってきたな。これはでかいぞ。まあ、タオルとか残念ながら開発しないけどね。小平キュンか、小平キュン。よし、3立て目指して。イソッチ、やる気がない。イソッチ、やる気がないけど、どうしようかな。先発をゆずちゃんに任せるか。相手はハンガネか。英国紳士のやる気がマックスだからな。英国紳士とさ、このみなぎちゃん、英国紳士あんまりね、こう任せたくないんだよね、本当に。英国紳士 DH でいいでしょう。よし、これでいきましょう。ああ、葵ちゃんってことは、あ、延長か。延長11回。最後9回で2点取って同点には追いついたけれども、ちょっとダメだったか。英国紳士に6号が出てると。で、近所やっぱりね、ちょっとね、炎上するよね。メリーヨが上がって、高橋圭、守備 D あるのか。まあ、一応 C くらいまでは持っていくか。楽天が今ビリですね。楽天にはマジで勝ちたいぞ、そうすると。今日のうちはみんなやる気マックス。相手は則本。太田くん、投げ勝て。よーし、太田くん1勝目。で、イカオがセーブ。2セーブ目ですね。英国紳士が7号と。結構点差つけての勝利。炎上王の守備が上がって。スキップして、ゆずちゃん。ちょっとな、投手陣のな、やる気がな。おー、いいね。3勝2敗。金城が8セーブ目と、4対1。エラーが1個あんなうちに。いやー、今日こそ3立て。っていうかさ、めっちゃ勝ち越してるよね。よし、松潤が復活した。松潤復活したけど、1軍から登録抹消すると、どれくらい上がれないんだっけ。あと4日、6日の怪我だから10日間はダメなのか。じゃあちょっとこのメンバーで頑張ってもらいましょう。さて、3立ての今日は、柳瀬くんのやる気が若干ないな。あ、そうか、これあれだな。ホームじゃないとめんどくさいんだよな。ピッチャーに照準を合わせるのが。だから今日はスキップしちゃいましょう。ホームに行ったら、ちょっと試合を見ていきますか。おー、柳瀬くん3勝1敗。英国紳士8号、5対1。かなりいいね。2位につけてきたよ。2位につけたよ、本当にこれ。これはマジ、サクセスチームと一騎打ちが行われるかもしれない。そんな時にサンデーモーリー。お前が怪我をしてどうする？あー、かりんちゃん。かりんちゃんはちょっと今季いっぱいですね。もう予告しておきます。申し訳ないけど、かりんちゃん今季で退団してもらいますんで。采配でサンデー毛利がちょっと6日の怪我はな、さすがに。そうするとな、遊撃手どうしよう。ちょっと守備職人と送球を持っているからカズマを入れるか。そして移動日、おスライダーが上がった。よしよしよし、いいね。おブロンコがいるソフトバンクのマスコットキャラクターブロンコがいるよ。じゃあ今日は見ていきましょう。吉田くんが先発か。ブロンコ何番だった？ブロンコ結構上位打線にいたよね頑張ってるんだな。パーフル対福岡ソフトバンクホークス4。おお1点取られた。いきなり1点取られたけど同点のチャンスです。森田くん頼んだぞ。一塁二塁という場面で森田、英国紳士は塁に出てカラスマスクもいる。次の投球ストレート見送ってストライク。アーチストの森田君投げました。決まったストライク。追い込んでミートを開いたか。打った流し打ち、これは切れるね。ファウル。投球これから5球目。おでもいいじゃんこれ。おお走れるか。英国紳士の足でも走ってきたね。本当ただ足をせえなこいつよし、いい仕事をした。いいチェンジアップか。153キロだからね、緩急をつけてきてるけどいいねいいね、怒涛の攻めを見せてるよ。オーケー、さすがだ。さてそこから炎上王。炎上王がね打撃でね活躍してる姿をあんまり見てない気がするんだよな。2球目空振り、バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。アウトロー外れてボール。これは完全なボール球。ワンアウトだからな、もう1点くらいちょっともぎ取っておきたいけど。はっきりしたボール球。カウントは2ボール2ストライク。おっブロンコ、ブロンコのね守備はいいからね確かブロンコって守備いいんだよねあんま覚えてねえわ。この回は打順よく1番からの攻撃。左バッターボックスはトップバッターの牧原。あ、やばいやばいやばい。1打席は初球を打ちました。ライト前ヒット、クリーンヒットです。牧原、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで同点のランナーが出ました。第9送ってくるか。ボール。第2球、牧原スタート。これはストライク。ボールを二塁へ振った。全然ダメだな。肩が弱すぎる。動きは3球目、投げた。打ちました。お、怖い怖い怖い。得点圏にな進まれてるからな。できれば三振を取ってまずワンアウト取りたいけど。うわーこれはおお厳しいね。なかなかこのターニングポイントだな。マサゴとかすっげえこいつら足速えな。1番2番走力ええか。やばいアホ。うわーワンアウトも取れずスリーランホームランを浴びてしまったかいやこれは痛かったな。そして柳田君が燃えに燃えに燃えている。なんとか3失点に抑えたか。でもさてノーマル君現実返していこう。第2球投げた。打った。まあこれは取られないね多分。第3球を投げた。1球見ておお振ったか。わあやれた。さてスピードスター今日は三振とファーストゴロ見送ってストライク。炎上だとなちょっとな帰ってこれないんだよね。この球場の狭さだと。投げました。ボールカウントはワンボールツーストライクです。投球これから4球目。てかさこのバットがさ髪の毛とかぶってんだけどさ髪の毛邪魔じゃないのかな。いや絶対無理。おおいい返球だね。さあここで頼むぞ英国紳士。お前もすべてよ。うわタイミングがもうちょっとだけ早ければな。打ったんだけどな。ゲームは後半に入ります。バッターは恐怖の角田と柳田。今日はフォアボールとライトフライ、変化球ストライク、インローへ投げました。おい、失投が多いなお前。打球はそのまま伸びていく。マジか。そして嫉妬を見逃さないところもすごいな。ブロンコ、お前は飛ばす。お、パーフル、ここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー二塁という場面で森田。森田君頼むよ。追い込んでから第3球をアーティストの森田君。これは言ったでしょう。よし、ナイスだ。3号か。カラスマスクのアップがウケんな。うおー、2点取られた。さあ、いよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは牧原。てかさ、キスさ、やる気は絶不調なんだけど。投げた、リンローギリギリいっぱいストライク。全力ブレイクボールって投げた、危ない球。第4球を投げた。おお、すげえ。大きく外れました。カウントは3ボール1ストライクです。これフォアボールになるぞ。内角高め外れてフォアボール。先頭バッターにフォアボール。ちょっとゲス君頼むよ。ここでね、点を入れたら終わるからな。今日はいい試合をしたけどな。ちょっとな、ピッチャーがね、なかなかいいヒットだった。カリミックス6回2号出てますね。で、森田君が6回3号と。ま、ファンは着実に増えていってるな。スピードスター選手の怪我は診断の結果大事には至りませんでした。なんかあったのなんか重要な怪我でもあったのか。で、いつ復帰できるんだ、松潤。あと1日か。あ、ゆっくり休んでくれたまえ。さて、ここのホークス戦、相手は武田。向こう結構やる気満々だね前回の試合を取ったから乗ってきたか。お、でも宮内くんがストップをかけたよ。2勝1敗、7対1か。だいぶ打ったね。打撃がね、だいぶ強くなってきたな。点をね、取れるようになってきましたね。さて、ホークス勝ちたい。イソッチか。イソッチなんかいつもやる気がない感じがするけど、柳瀬君が結構いい感じだな。柳瀬、そうか、スタミナがな D なのか。スタミナ D で完全にスタミナが溜まりきってないってなると、ちょっとイソッチに任せるか。変化球をね、2種類覚えてるからね。いいね、3勝0敗。おお、まだ無敗じゃん。そしてブロンコに2号が出てる。エースだしエースで勝利って書いてあったよ。後半スピードスター、マジかお前は。森田君能力ピークか。早いなこれ。下がり始めると申し訳ないけど、これクビにするからちょっと待ってね。スピードスターが死んじゃったんで、スピードスターどこだっけ。セカンドか。セカンドを入れ替えましょう。セカンド、セカンド、セカンド結構いるね。小山君とか。いやー、でもなー、そうだなー、安定したセカンドがいいなー。守備力 C あって、東條と入れ替えましょう。で、そろそろ松潤がいけるはずなんで、ちょっとローソン試合に出たかどうかわかんないけど、松潤を復帰させますと。投手の方がなー、まあいいか、これで。さて、西武プリンスドーム、ライオンズですね。ライオンズは現在5位。うちは現在3位か。マリーンズといい勝負をしてるけど、まあまだ全然1位も狙える順位ですね、ゲーム差的に。うおー、ピッチャー以外めっちゃやる気あんな。てか相手のやる気が半端ない。しかしそんなものをものともせず、ゆずちゃんが4勝2敗勝つね。てかさ、これだけみんな活躍するとさ、今季の年俸とか大丈夫かうちそんなお金ないぞ多分。おお、2位に浮上した。さてここも勝ち越していこう。せめて勝ち越したい。柳瀬くん、うちのスーパーエース柳瀬負けたか。3勝2敗、3対1。まあ、3失点悪くはないとは思うんだけどね。負け担当の球速が上がったと。サンデーモーリーが復活と。でもまだちょっと1軍登録はできないので、日程を見て4月の30、4月の最終日が QVC マリンフィールドでありますので、まあ、4月の30日最後に試合をやっていきますか。太田君、わあ、うさぎちゃんがいっぱいしたか。英国紳士9号の9回に打たれたのか。いや、これはちょっと痛いな。サヨナラ負けはね、やっぱり痛いよな。で、4月の最終日ですね。マリンフィールドを2位のロッテと直接対決か。先発は吉田君、向こうはイ・デウン。イ・デウンってなんだっけ、もう覚えてねえな。マイライフがね、もう1回ちょっと終わっちゃったんで、すぐ忘れるな。もう普段野球を見てないからね。 QVC マリンフィールドです。千葉ロッテマリーンズ対パープル4回戦の模様をお送りしてまいります。さあ、間もなく試合開始となります。イ・デウン1試合0勝0敗、防御率18ってちょろっと投げて、多分めっちゃ打たれたんだな。でもなんとかロッテが勝ってくれたと。この後に控えているのは第9見送ってボール。なかなかいい形にはなってんだけどね。高橋圭が出て、あとは烏丸が英国紳士につないでくれればかなり理想なんだけど、よし、いいんじゃない。よし、ライト前。さてここからの英国紳士、これは高め。おお、入れてきたか。156か、めっちゃ速いな。これはうわ、際で、すげえ際でいいとこ投げてくんな。おお、ストレートが主体だな。これはおお、ファウルか。高橋圭でさすがに走ってくるね。すごい際どいとこ投げてくるね、さすがに。お、これはいいんじゃん。 OKOKOK。 一発は出なかったけど、きちんと仕事をしてくれたな。そして5番もね、結構強いはずだから、南ちゃんチャンスに強い。しかも初球持ちおお、危ねえ危ねえ危ねえ。川北、広角打法やばい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 。せめてヘッドスライディングダメか。まあいいや、とりあえず1点もぎ取ってくれたんで。この回1番からの好打順になります。あとね、これをね、ちょっと裏に回さないといけないっていうのが大変なんだよね。ほっ、今どんな状態？ワンアウト？ほっ、いや5番設定じゃなくて、あ、そっかそっかそっか、チャンスがなしにしてここでプレーする。ほっ、どうだ？ツーアウト、いいね。なかなかいいところできたよ。これを抑えてくれれば。そういや、1点もぎ取ったんだな。よしよしよし、遊び玉はいるこの1球ちょっと見てもいいんじゃないかな。いや、投球術とか本当に分かんないけど、いいところにちょっと落っこっちゃったな。荻野か、まあな、ツーアウトだからな。足エースか、めっちゃ速いよな。どれくらいの走力があったら足 S になるんだろう。これどうやって測定してんだろう。 100m 何秒とか。足 S ってさ相当速そうだけどさ、陸上選手と比べてさどうなんだろう。いいねいいねいいね。吉田君はねちょっと球速がないからね。おお際どいね。フルカウント、これはああ走られたかっていうか、ちょっと頑張ってもらおう。いいね。これをデパン設定か。でチャンスとで出番設定を一点なしにしよう。1点取られてこれ155キロ。肩越しにランナー見た。バッターの足元。第3球を投げた。すげえいい能力してるからな。ボールカウンター2ボール1ストライクです。いけ。これは超えるか。よし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 、ナイスだ。よくやった。ここの1点はでかい。カラスマスクいいね。さてちょっと英国紳士これはお前に託すと。点は取れなかった。うおーいいねいいねいいねナイス。おおカラスマスク大活躍だな。こんなやつにインタビューするのも怖いよな。ちょっとマイクとかさ声通るのこれもうみたいな。え何言ってるんですかカラスマスクさんみたいなてかこういうのつけてていいの、この野球ルール的にそこら辺がちょっと謎なんだけども。いいね。英国紳士でも8回に10号が出てますね。吉田君が2勝2敗、金城がもう11セーブか。これは守護神としての役割を相当果たしてきたな。ほかほかだ。試合結果もほかほかだし、今月はいいね。で5月に入ったと。4月の MVP、セ・リーグ平田選手3割6分6厘、本塁打8、打点22。すげえなこいつ。これは横浜の今永選手4勝。いいね。ソフトバンク柳田さすがだな。本塁打12本持ってんだこいつ。打点32ってえ打点32ってすごくない？まだ4月終わったとこだよ鋼が5勝か。やっぱりピッチャー陣がすげえんだな。はい、というところで、とりあえず4月が終了しましたので、今回はここまでに、したいと思います。今のところは、マリーンズが2位の 4.5 ゲーム差で、パワーチャンズが3位で 4.5 ゲーム差ですね。とりあえず今季、そうですね、まあ、A クラスには残りたいですね、ここまで来たら。なので5月以降も、この調子が続いていければいいと思いますので、今後も頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。